あ、先生、よかった。探していたんです。おかみさんが息を切らして俺の方に走ってくる。探してたって何かあったんですか？いえ、うちの従業員の飼ってる犬が苦しんでるみたいで、先生は獣医さんだって伺ってたもので、よかったら見ていただけないかと。ワンちゃんが？わかりました。どこですか？いいんですか？すみません。この島に獣医さんはいないもので、お客様にこんなことをお願いするなんて本当に申し訳ないのですが。とんでもないです。それより急がないと。タクヤ、あなたがあの小さかったタクヤ？タクちゃん。俺は杉本拓也、35歳。東京都内で動物病院の医師として働いている。両親は俺が幼い頃に離婚し、俺は父親に育てられた。その父親も俺が大学生の時に心筋梗塞で突然他界。親戚もおらず、母親は行方知れず。俺は天涯孤独の身となった。一度は通っていた大学も辞めようと思った俺。獣医学部の学費を払える自信がなかったのだ。父の残してくれた遺産と保険金で、なんとか学費が賄えそうだと分かった時には、心からほっとした。おかげで目標としていた獣医師免許も無事取得でき、卒業後すぐ24時間体制の動物病院に就職が決まった。脇目も振らず必死に働いてきて、今年で10年目だ。小さい頃から動物が好きで、動物の命を救いたいと獣医師の夢を叶えた俺だが、日々の仕事は精神的に応えることも多い。交通事故のワンちゃん、夜間突然苦しみ出した猫ちゃん。様々な症状で連れられてくる動物たち。飼い主さんは半ばパニック状態で愛するペットを抱えてくる。しかし、そのすべてを救うことはできるわけではない。悲しい別れに立ち会うことも多いのが医師の宿命だ。こればかりは何度経験しても慣れることはなく、何とかしてやれなかったものかと自分を責め、毎回胸が押しつぶされそうになる。昨日はそんな別れが続いた日だった。もう何年も通ってきてくれていた柴犬のジロ。俺を怖がることなく、とても懐いてくれていた。しかし、数ヶ月前に見つけた腫瘍が大きくなり、治療の甲斐なく眠るように亡くなってしまった。夕方には中学生の女の子がぐったりした猫を抱えて泣きながらやってきた。雷に驚き、家を飛び出した飼い猫が家の前で車にはねられてしまったという。急いで聴診器を当てたが、心音は聞こえない。亡くなっているという悲しい現実を女の子に伝えなければならないが、俺は言葉が見つからず立ち尽くしてしまった。医者なら動物の死には慣れてるでしょうなんて言われることもあるが、これからどんなに経験を積んでいっても絶対に死になれるなんてことはないだろう。無垢な動物たちの死に直面するたびに、心がすり減っていくようだった。もちろん、やりがいはある仕事だ。俺は、与えられた有給も使わず、たまの休みも勉強に充て、365日、24時間、動物のことを考えているような生活を続けていた。そんな時、勤務先の院長が俺を心配し、半ば強引に休暇が与えられた。
精神的にも体力的にも疲弊したまま動物の診療を続けるのは医療事故にもつながると院長は言い、俺が休みの間は他の病院から医師を連れてくるから大丈夫だと力強く言ってくれた。消化していない有給もまとめて使えばいいと許可してくれ、俺は初めて長期の休みを過ごすことになった。いいですね、パーッと海外旅行とか行ってきたらいいじゃないですか。後輩医師が羨ましそうに話しかけてくる。うん、そうだな。でもな、独身だし一緒に旅行できるような恋人もいないし、都合よく休みが取れる友人もいないだろう。海外もいいけど何かと面倒だし、とりあえず仕事から離れてのんびり過ごすには人も少ない静かな場所の方がいいかな。そう思って俺は早速ネットで検索し、ふと目についた離島の温泉旅館を予約した。山に囲まれた田舎で育った俺は海に憧れがあった。砂浜で沈む夕日を見ながら時間を忘れてぼーっとしてみたい。そう思って離島を選んだのだが、これが大正解だった。大自然に囲まれた島は空気がとても綺麗で、海はキラキラと輝いていた。澄んだ海に漂う魚たちを目で追いながら、水平線に沈む夕日を全身に浴びる。時間がゆっくりと流れる壮大な自然の中に身を置き、慌ただしい日々のストレスが溶けていくようだった。宿では食べきれないほどの海の幸が並べられ、どれもこれも本当に美味しい。採れたての野菜もまるで果物のように甘く感動的な美味しさ。ああ、うまい。思わず声が漏れるほどだった。ご満足いただけましたか？おかみがにこやかに話しかけてきた。この島は初めてですか？ええ、日々の疲れを癒すには最高の場所ですね。俺ずっと仕事人間だったから心洗われるようですよ。綺麗なところでしょう。お仕事はお忙しいんですか？そうですね、獣医をしてるんですが、なかなかストレスの多い仕事で。あら、獣医さん、素晴らしいお仕事ですね。おかみはそう言うと顔の前でパチパチと拍手するように手を合わせた。お食事後また海に出てみられるといいですよ。東京から来られたお客さんは皆さん満天の星に感動されるんです。先生もぜひご覧になってみてください。こんなところで先生なんて呼ばれて少し変な感じがしたが、俺はおかみの言う通り食事後暗くなった海へと繰り出した。誰もいない真っ暗な海、見上げると宝石を散りばめたような星空が広がっていた。うわぁ。俺は子供のように口を開けたままその満天の星をただ眺めていた。キラキラと輝く星を見ていると俺はふと昔のことを思い出した。母に連れられて行った花火大会の夜のことだ。幼い俺が生まれて初めて見た花火だった。大きな音に怯えて母に抱きつきながら恐る恐る見上げた空は満開の花火で彩られていた。あの時の感動は優しく抱きしめてくれていた母のぬくもりとともに鮮明に記憶している。確か花火の後屋台でリンゴ飴を買ってくれたっけ。優しく口元を拭いてくれた
母の記憶が蘇ってきたが、その顔はなんとなくぼやけている。母と別れてもう30年以上。写真も残っておらず、俺ははっきりと母の顔を思い出すことができなくなっていた。離婚して突然うちからいなくなった母。どこに行ったのか、いつ帰ってくるのかと父に何度も聞いたが、父は決して口を開こうとしなかった。小さかった俺はワンワンと泣きわめき、父を困らせたことを覚えている。正直、いつまで経っても帰ってこない母を恨む気持ちがなかったといえば嘘になるが、あの優しい母が何の理由もなく俺を捨てるようなことはしないとどこかで信じていた。父も亡くなってしまった今、母の行方を知る術もない。どこかで元気に暮らしてるといいな。俺は満天の星を見ながらそう祈っていた。しばらく星を眺め、すっきりした気持ちで宿に戻ると、おかみさんが慌てた様子で玄関から出てきた。あ、先生、よかった、探していたんです。おかみさんが息を切らして俺の方に走ってくる。探してたって、何かあったんですか？いえ、うちの従業員の飼ってる犬が苦しんでるみたいで、先生は獣医さんだって伺ってたもので、よかったら見ていただけないかと。ワンちゃんが？わかりました。どこですか？いいんですか？すみません。この島に獣医さんはいないもので、お客様にこんなことをお願いするなんて本当に申し訳ないのですが。とんでもないです。それより急がないと。ありがとうございます。こちらです。恐縮しきって小さくなりながら、おかみは宿の裏手にある民家に案内してくれた。三上さん、獣医さん来てくださったわよ。おかみさんがドアを叩くと、中から中年女性が慌てた様子で出てきた。まあ、ありがとうございます。獣医さんなんですか？助かります。見てやってください。ひどくぐったりしてるんです。中に入ると、今の隅で小さな雑種犬が口を開けたままぐったりと横になっている。見ると息も荒く、体温も高いようだった。一昨日くらいからお腹の調子も悪くって、ずっと下痢してたんです。水も餌も少ししか口にしなくって。飼い主の女性は不安そうに処置の様子を見守っている。軽い熱中症と脱水、胃腸炎の症状が見られますね。少しずつでいいので、頻繁に水分を与えてあげて様子を見ましょう。薬も聴診器も持ち合わせていなかったので、いささか不安ではあったが、まず脱水状態を解消することが必要だということは分かった。氷枕、水を与えるスポイト、スポーツドリンクなど用意してもらい、体温を下げながら水分を与え、しばらく様子を見ていると、さっきまでぐったりしたまま持ち上げられなかった頭を起こし、クンクンと泣き始めた。あ、少し元気になってきました。とりあえず、また明日も様子を見に来ますね。今日のところはこれで安心かと思います。ありがとうございます。よかったね、トマトちゃん。女性が嬉しそうに犬の頭を撫でる。トマト？あ、この子のお名前です。変わった名前って言われるんですけど、うちでは代々犬の名前はトマトって決めてまして。トマト、それは何か理由があるんですか？30年以上前なんだけど、その頃息子がトマトが大好きでね。
犬を飼うって決まった時、名前は絶対トマトがいいって息子が言い張ったの。それからずっとうちで飼う犬はみんなトマト。遠い目をしながら愛おしそうにトマトという名前の由来を話してくれる女性。俺の鼓動はどんどん速くなっていった。なぜなら俺が小さい頃飼っていた犬もトマトだったから。母は家を出るとき、トマトも一緒に連れて行った。母と共に可愛がっていたトマトもいなくなってしまい、当時の俺は絶望した。まさかこの人は。俺は恐る恐る尋ねた。失礼ですが、息子さんのお名前は？え、息子？息子は拓也って言います。もうずっと会えていないけれどね。離婚してからずっと元夫が育ててるの。俺は頭が真っ白になった。目の前にいるこの女性は幼い頃生き別れた俺の母親。まさか、信じられない気持ちとやっと会えたという喜びで俺は混乱していた。先生、どうかされました？心配そうに俺の顔を覗き込む女性。タクちゃん大丈夫？そう言って優しく抱きしめてくれたあの時の母親と重なった。俺、杉本拓也です。え？女性は目を大きく見開き、俺の顔をじっと見つめた。そして不思議そうに俺の顔に手を伸ばしたかと思うと、そっと頬に触れた。拓也、あなたがあの小さかった拓也？拓ちゃん。そう言うと女性はポロポロと涙をこぼした。俺のお母さんですよね。名前は陽子。間違いないよね。まさかこんなところで会えるとは思わなかったよ。ずっと会いたかった。なんで俺を捨てたの？俺もう35になったよ。30年間何してたの、お母さん。俺は思わず今まで溜め込んできた気持ちをぶつけた。タクちゃん、ごめん、ごめんね。私も会いたかったわ。会いに行こうとしたことも何度もあった。でもお父さんが許してくれなくて、どうしても会えなくて。母は泣きながら俺にすがりついた。お母さん。俺と母はしばらくお互いに背中をさすり合い、抱きしめ合った。タクちゃん、立派な獣医さんになったのね。小さい時から動物大好きだったもんね。お母さん嬉しいわ。お互い少し落ち着きを取り戻し、俺たちは会えなかった時間を埋めるようにたくさん話した。母によると離婚後何度も俺と父の住む家の前まで来たらしいが、その度に父に追い返され、離婚したんだから息子には二度と会うなときつく言われていたらしい。俺にとっては優しいいい父親だったのだが、妻である母に対してはとても厳しい人だったようだ。諦めちゃったのよ私。もうすべて忘れようと思ってこの島に来たの。拓也には寂しい思いをさせてしまって、謝っても謝っても許されないことをしたと思ってる。もういいよ、こうしてまた会えたんだし。母はそれからずっと俺が泊まる宿で仲居として働いているという。俺はその夜遅くまでお母さんと語り合った。仕事のこと、学生時代のこと、父親と暮らしてきた日々のこと、話したいこと、聞きたいことはたくさんあって、
とても一晩では足りなかった。陽子さん、しばらく仕事は休みなさい。幸いお客さんも少ないし、女将である私が許可するわ。息子さんとゆっくり過ごして。トマトちゃんの様子もよく見てあげて。ね。話を聞いていた女将が目に涙を浮かべつつ、母の肩をさすった。ありがとうございます。その夜、俺は宿に帰らず、そのままトマトの様子を見ながら、30年ぶりに母と布団を並べた。翌日、トマトはすっかり元気になっていた。この調子なら大丈夫だ。もう心配ないよ。しばらくは消化のいいものをあげて様子を見てね。頼もしいわ、獣医さんがいてくれて。本当にありがとうね、タクヤ。母は本当に嬉しそうににっこりと笑った。その日は休みをもらった母と、元気になったトマトを連れて海岸沿いを散歩したり、母の案内で島を散策したり、夕飯の材料を買って一緒に料理したり、テレビを見ながら笑い合ったり、何の変哲もない日常ではあるが、俺たちにとっては貴重な、とても幸せな時間を過ごした。そして5日後、俺が東京へ戻る日、見送りに来てくれた母に俺の気持ちを伝えた。お母さん、一緒に暮らせないかな。俺と一緒に東京でさ。母は少し考えた後、そうね、それもいいかもしれないわね。でも今はまだここにいるわ。ここでの生活が好きだし、仕事も楽しいの。そっか。じゃあもうちょっと年取ったら考えてよ。やだ、年取ったらだなんて。でも拓也がそう言ってくれて嬉しいわ。ありがとうね。うん、じゃあまた連絡するね。体に気をつけてね。あなたこそお仕事を頑張るのよ。俺たちはしっかりと握手をし、笑顔で別れた。そして3年後、俺は独立し、都内に小さな動物病院を開いた。オンライン診療を受け付けている動物クリニックとして全国的に評判となり、毎日多くの動物たちの診察を行っている。オンライン診療のいいところは、獣医がいない離島でも診察が受けられるところだ。トマトの件で獣医不在の地でペットを飼う人たちの不安を目の当たりにし、その必要性を痛いほど感じたのが、独立して新しく病院を開こうと思ったきっかけだった。そして1ヶ月後には母がトマトと共にうちにやってくる。母が定年を迎え仕事を退職したのだ。やっと母と一緒に住める。俺は喜びでいっぱいだった。そして実は一緒に暮らす人がもう一人いる。妻のエリだ。クリニックで働いてくれていた3歳下のエリは明るく優しい女性。付き合ってすぐに俺は結婚を決意した。俺の生い立ちを聞いたエリは、母親と同居することも嫌な顔一つせず、むしろ喜んで賛成してくれた。母も俺たちの結婚には大喜び。結婚前、挨拶のため二人で島に行った時は泣いて喜んでくれた。トマトも尻尾をブンブン振ってエリにすっかり懐いていた。そして結婚後、もうすぐ3人プラス1匹での暮らしが始まるという時、エリのお腹にもう一つ新しい命が宿っていることが分かった。私に孫が、私
孫を抱くことができるの？島にいる母に電話で報告すると、母は感激した様子でむせび泣いた。そして4人プラス1匹の生活が始まって1年、今ではすっかりいいおばあちゃんだ。歩き始めた娘に目を細め、ありがとうね、タクちゃん、エリさん。私が孫の相手をできるなんて夢のようだわ。本当に幸せ。毎日こうつぶやいている。なぜ俺はあの時、旅先にあの離島を選んだのだろう。きっと母が呼んでいたとしか思えない。あの時から俺の人生は180度変わった。不思議な運命に感謝しながら、俺は今日も幸せに生きている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。